開始したのか。さすがだな。ケイド、頼んだぞ。おい、ちょっと待て。俺はまだ準備が。このザンってやつのデータがあるんだ。チャートとか画像とか。いや、もういい。たまに準備万端できたらこれだ。忘れてくれ。通常はこのような任務はザバラが後方支援をするのですが、今回は私たちだけのようですね。おさん、俺のデータパッドはどこだ。指揮しろって言われてるやつの情報が入ってたんだが。もうとっくに始まってるブラカトザーンの任務のことか。しっかりしてくれよ、ヴァンガード殿。ファイアチーム、緊急事態が発生し、そちらの処理に回ることになった。暴走音がお前のサポートを引き継いでくれる。さて、あの武器商人を追ってるのか。俺に任せるって言ったじゃないか。あれは嘘だ。頼んだぞ、ファイアチーム。すまないが、他に仕事がある。ケイド、お前に任せるぞ。よし、ファイアチーム、ブラカスザーン奇襲作戦の公式指揮官として言いたいことがたくさんある。だからさっさと始めるぞ。まず一項目目は、任務ならもうとっくに始まってる。標的はブラカスザーンだ。レッドリージョンの武器商人。どうしたケイド。イコラが呼んでるぞ。大丈夫、こっちは俺に任せろ。私が見張っておいてやる、心配するな。勇敢であれ、ファイアチーム。切り抜けました。さらに状況が悪くなりましたが。そんなに沈むな。ファイアチームがいるんだから大丈夫だ。今回は待ち伏せされていた気がします。罠を壊す一番の方法は罠を壊すことだ。飛び出てくる前に逃げるって手もあるぞ。アドバイスとして一応受け止めておきます。ドアは解除できましたが、マスター警報に引っかからずに解除できませんでした。よりにもよってマスター警報か。なんとか切り抜けろ。警報たった一つで何をそこまで慌ててるんだ。皮肉ですか。閃光弾を撃ったのか。あれは禁止になったはずだぞ。俺が禁止になるようなことを何もしてないけどな。私たちではありません。ネットワークのアクセス中に見つかったんでしょう。なら援軍を迎え撃つ準備をしろ。大量に来るだろう。ザーンのネットワークはレッドリージョンのものと違いますね。いい意味でか、悪い意味でか。今閃光弾が打ち上がらなかったか。何が打ち上がったのか、どの敵が大量の援軍を呼び込んだのかは後にしてください。エイドに来てきたな。そうか。あの最後の戦車は燃料補給を終える前に運ばれていきました。アマンダによるとカバルの燃料は反応促進剤にもなるらしい。スキャナーで援軍を検知。あの最後のハーベスターが融合セルを晒しました。使えるかもしれません。いい考えだ。はい、いいかもしれませんが、次はどうしたらいいのですか。次か。そのバチバチ言ってるやつを起爆する場所に入れるんだ。簡単だろう。意外にマシな考えだ。どうして拾おうなんて思うんですか。一番ダメージを与えられるところを見つけるためだ。賢明じゃないか。そうですか。まさか拾うとは思いませんでしたが、このまま行きましょう。ガーディアンにとってこれが勇敢であれということなのか。ただの祈りの言葉だな。真のガーディアンは危険をその手につかみ歩き回るんだ。何か変な音がするな。それは俺だ、どうやら。いや、なんでもない。俺じゃなかった。私たちです。融合セルを運んでいるんです。やるじゃないか。信じられない。本当だ、手に持ってる。俺も同じことをしたぞ。おい、自慢することじゃないぞ。やりました。爆発せずに済みました。ああ、あるよな。とりあえず爆発さえしなければいいって時は。望みの低い奴らだ。うまくダンクしたみたいだな。ダンク？ああ、ガーディアンの間では放射性のある有能セルを排気口にはめ込むことをそう言うんだ。お前にはわからないさ。まだザーンの居場所は分かりません。通常カバルは見つけてくれと言わんばかりですが。
こいつはただのサイヤ郎じゃない。武器の性能もなかなかのものだ。その武器で何人もの命を奪われた。ああ勘違いするな。このファイアチームのお仕置きはしっかり受けてもらう。例外はない。ラーンの補佐官は手強いですね。これで全員でしょうか。まだいるだろう。臆病者は似たような奴を集めて自衛するものだ。ケイド、何か付け足すことは？いや、全くその通りだ。だから俺はいつも単独行動なんだ。船がまだあります。お前がツーモスを倒した後、ザーンの手に渡った。壁のペンキをアーマーと同じシャルド・リューズ色に塗り替えてないなんて驚きだ。え？何色だって？ああ、なんでもない。なんだか見覚えのある光景ですね。ああ、面白い話がある。オロオロオロバーン。カバルは船に変な名前をつける。確かオロバス・ベクチュラだったかな。ああ、それだ。お前がツーモスを倒した後、ザンが手に入れたらしい。そこら辺にいるはずだ。戦車？私たちにですか？ホーソン、本当にいいんですか？アマンダから伝言だ。ドレイクという名前らしい。私は仕返しと呼ぶべきだと思うが。これで戦況をひっくり返せます。乗り込んで反撃しましょう。なんで俺だけ戦車をもらえないんだ。また船の中ですが、ザーンも逃げ場がなくなっているはずです。変な防衛システムがあるかもしれない。カエンタレット以上に変なやつかな。不安にさせるな。集中をかかれては困る。こうして屋内戦車が出てこなければレッドリージョンの基地らしくありませんよね。また船に入ります。首を洗って待っててください。ザン、奴の罪は相当重い。手加減してやるな。あのエレベーターを覚えていますか？また降ろさないといけないようです。簡単じゃないか。戦車がいます。ああまあ簡単にもいろいろとレベルがあるからな。カバルの戦車をわざわざ出してこなくてもよかったのに。なぜ奴らは船に戦車を乗せるんだ。ザーンは怯えてるんだ。そのまま押せ、ファイアチーム。ザーンの姿はありません。でもエレベーターで前進できそうです。いえ、上昇ですね。カバルの前進するエレベーター？非効率な奴らだ。そうそう、信じられないかもしれませんが。待て待て待て、もしかして巨大カエンタレットか？違います。推測ゲームではありませんよ。あの戦車に行く手を阻まれています。行く手を阻んでるなら破壊しろ。珍しく的確だな。ケイド、あのエレベーターに戦車が乗っているかどうかかけますか？頼むからけしかけないでくれ。もちろんだ。いました、ブラカス・ザーンです。倒したら奴のカエンタレットの設計図をかっぱらってこい。ザーンがいました。カエンタレットはどうだ？使ってるか？はい。ようやくです。ザーンをここで倒しましょう。6時の方向に注意、12時の方向もだ。いや、もうとにかく全方向に注意しろ。もう少しで地表です。空襲に注意しろ。こいつに予備計画がないとは考えにくい。予備計画が役に立った試しはないけどな。行きましょう。標的を排除しました。よくやったファイアチーム。なんか堅苦しいな。もっとパーッと喜ばないか。歓喜の声を聞かせてくれ。任務は終わったんだケイド。歓声を上げたいなら勝手にやれ。お任せとけ。倒しました。ザーンがいなければレッドリージョンはそのうち原始に戻って石を投げるしかなくなるかもな。よくやった。石に当たったことがないのか？シャレにならないぞ。ああ、エリスが恋しいな。これでとどめです。よし。いいタイミングで戻ってきたようだな。お見事だった、ファイアチーム。いいってことよ、司令官。終始、お手本並みの出来だった。この火炎タレットとは何だ？閃光弾についても見た方がいい。やりました。これでもうザーンがレッドリージョンのために武器を作ることはありません。ああ、旧式の武器を使うしかなくなるだろう。
旧式なら私たちの手に負える。よくやった。